元気がない人、あるいはやる気がなくなっちゃった人たちを元気にしていくお手伝いをしています。で、その時にですね、音楽を道具として使うことをしています。それが音楽療法なんですね。通常は介護施設やリハビリの場所で使われることが多いんですけども、私はこんな風にね、いろんな形で音楽療法を提供しています。音楽にはね、力があるんですよって言われてもいまいちわからないと思うのでね、ちょっと例を出したいと思います。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。ここに音楽をつけてみますね。言ってる内容は同じなんです。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ところが音楽が変わるだけで、皆さんの胸に訴えかけてくるものが変わります。つまり音楽は目に見えませんが、目に見えない感情ね、憎しみとか悲しみとか喜び、感情に働きかける力を持ってるんです。皆さんがよく歌っている大成中学校校歌、これをですね、橋本翔太、私がアレンジしてきました。自分の頭で考えて、自分はどうしたいの
で、なんでそんなこと言ってるのかというと、周りの人にやめて、やめなよって言われてやめて、あの時やっとけばよかったなっていう後悔と、やってみてダメで、ああやっぱりダメだったっていう後悔と全然種類が違うんです。
別に手品をやってるわけじゃないんです。そのくらい皆さんが普段思い描いてることっていうのは皆さんの体にまで影響してるんです。っていうことは普段から自分なんかもうダメだどうせこんなのやっても仕方ないしもうダメだダメだって思ってると体もぎゅーって縮こまってきてダメな方向に行っちゃうんですよ。ですけども潜在意識無意識と言われる場所はですね一般的に主語が認識できないと言われています。どういうことかというと全部ね主語が私になっちゃうんです。無意識の時にはだからあいつムカつくあいつムカつくあいつムカつくって言ってると全部自分の体の中では私ムカつく私ムカつく私ムカつくに翻訳されちゃうんです。なので普段から文句ばっかり言って人の悪口ばっかり言ってる人は最終的に自分に跳ね返ってくるようになってる。辛いけどね私はダメだできないって言ってたら本当にできなくなっちゃいます。私はピアノ18歳から始めましたけれども一回も自分なんかダメだもうピアノなんかやっても仕方がないもう無駄だ才能がないというふうに言わないようにしてました。自分でできるできるっていうふうにしてました。それがね皆さんの今後の中学校生活に役立ちます。この成績が上がらないとか国語は無理だとか、数学もどうせダメだ諦めだとか言わないんで、ね、できるできるっていうふうに言葉を気をつけていきましょう。2つ目のお話ですね。気持ちが沈んだ時にどうするかってことです。そして皆さん忘れないでほしいのは皆さん人間なので落ち込むのも当たり前です。悲しいのも当たり前です。そして人間なのでなんとなく今日調子が悪いっていう日があっても当たり前です。明るくなれない日もあって当たり前、泣く日もあって当たり前、肌が立って仕方がない日もあって当たり前です。常に元気で前向きでいようとする必要はないですとか言いながら小学校の学級目標とか見ると元気で明るい子って書いてあるんだけどね、黒板に。元気で明るい子でずっといられる人はいません。だから皆さんね、自分が落ち込んでる時とか悲しい時になんで自分はこうなんだろうっていうふうには絶対に思わないでください。ちゃんとそこで自分の悲しいや悲しいと感じる、怒ってる時は怒ってる感じるというふうにね、感情を感じてあげるのがすごく大事なのでね、その感情を感じないようにすることによって実はうつ病になってしまう方がすごく増えてます。なので自分の感情に蓋をしないで素直に悲しい時は悲しいと感じればなんていうこと言うんですね、なぜをどうしたらに変えるんです。英語で言うと WHY の Why をなぜ How HOW に変えるんです。人間の脳は Google の検索機能と同じだと思ってください。自分の脳に質問を入れるとね、脳はずっとそれを探そうとします。あのアイドルの名前何だったっけで2日前に思ったのが今日急にあ、なんとかだって思い出したりすることありません？あの時思い出さなかったんだから今思い出しちゃった。何が起こるかというと脳は2日間ずっと検索してるんです頭の中。
初はうつ病のような症状が出て、それから認知症のような症状が出て、車椅子になって寝たきりになって植物になって亡くなりました。残念ながらうちの父親は保険に一切入ってなかったので、母子家庭になった後、うちはね本当にお金には苦労しました。大変な思いをしました。なのでちょうどあれは4月の3時間目の国語の授業の時だったんですけど、担任の先生がクラスにやってきて、お父さんが亡くなったって言われた時に、正直ほっとした気持ちしかありませんでした。子供の頃から父親のことはあまり好きじゃなかったです。ピアノも反対されてるし、ね、でも大人になっていろいろと自分の成長して、そうだな、あの時お父さんに言ってない言葉があるなと思いました。皆さんももし大切な人に伝えてない言葉があったら、それを思いついた時に伝えるようにしてください。その人が明日もいてくれるかどうかはわからないから。伝えそびれた言葉、なあ。
なたに似た星を一つ探す逆上がりキャッチボール九の計算自転車の補助輪外し最後まで付き合ってくれた固くて大きな高く飛べるもの明日なんていらない。